日本歯科用レーザーライト学会とは歯科用レーザーの進歩発展を取り扱う専門学術団体の一つである。2000年に設立された日本歯科用 ND ヤグレーザー学会と日本歯科用炭酸ガスレーザー学会が2006年に合併し日本歯科用レーザー学会となる。2013年日本レーザーライト学会に名称変更。現在の学会長は 南理学ひとし。役員は、書務、福田光夫、財務、加藤智子、ホームページ、田原清隆、企画、浜田茂、認定医、規約、快速正治茂、紺野敏之、学術、研修、南理学ひとし、障害、津田田正、北海道支部長、佐田岡敏之、東北支部長、富塚茂之、東京都支部長、斉藤雄一、 関東支部、梅本博士、高信越支部長、三輪野正彦、中部支部勝良さん、辰彦、東海支部長、長田康文、近畿支部長、荒川義弘、中国支部、早瀬高道、四国支部長、井上三四郎、九州支部長大浦京一年一回、郵便番号811-2246、福岡県か谷郡ぐ締め町オフィス沢田内、 日本歯科用レーザー学会士、ありがとうございます。